京都産が FC 本田優希、大事にしている言葉。まあ、大事な試合になるにつれて、その集中力とかやってやるぞっていう気持ちが、まあ、高ぶるんですけど、集中しすぎた時に自分の思っているプレーができなかったり、ちょっと空回りするっていうのが多々あったんで、ユースからそのままプロ上がれなくて、で大学判断行ったんですけど、そのリラックスするっていうのを結構先輩方から教わったりして、それが自分にも合ってたっていうか、ちょっと心に余裕を持たせてやった方がプレー的にもいいプレーできるので、たまにぼーっとする時もありますけど、気楽。来週はガンバ大阪堂安律、ぜひ見てください。